公式戦119連勝オリンピック3連覇試合前に緊張することがあってから母親にやっと人間になったと言われる中学時代、左手を骨折したまま右手だけで全国大会を優勝したアルソックの CM のスタントは自力で壁に張り付いている。なぜ連勝できたかという問いに簡単ですよ、吉田沙保里と戦わなくていいからと答えた。吉田沙保里の中国でのあだ名は絶望、生粋のイケメン好き、本当に自分が女でよかった、男だったら試合で何人か殺してたと言っている。これが霊長類最強と言われた女性、私たち愛してやまない吉田沙保里。